コーヒーが冷めないうちに、は、川口と四和による日本の儀曲。当時、劇団音速片つむり主催の脚本家、演出家の川口が主催する演劇ワークショップ公演として、川口演出で2010年3月に初演された。過去に戻ることができると噂の喫茶店を舞台に、4つの奇跡の物語を描く。第10回杉並演劇祭演劇大賞受賞作。 2015年に川口著により同名で小説化され、後シリーズ化。また、2018年に同名小説及び続編小説、この嘘がバレないうちに、を原作として映画化された。当時、劇団音速タつむりの脚本家兼演出家として活動していた川口敏和が手掛けた舞台作品で2010年3月の 演劇ワークショップ用に書き起こされた。2011年2月に改めてキャストを集めて公演が行われ、それを見に来た編集者が感動し声をかけ、2015年に小説として出版された。以降も幾度か再演され、2013年3月に行われた公演が第10回杉並演劇最大賞を受賞。2017年本屋大賞にノミネートされた。 とある喫茶店。この喫茶店の席に座ると、過去にタイムトラベルできるとの噂がある。しかしタイムトラベルするにはいくつかの約束と条件がありそれを守らなければならない。果たしてタイムトラベルに成功した人たちの結末は一体、今生きていることをもう一度考えさせられる笑い。感動ありの映画。結婚を考えて交際していた彼と別れた女性の物語。 記憶が消えていく男と看護師の話。家出した姉とよく食べる妹の物語。この喫茶店で働く妊婦の話。川口と四和の著で小説化され、シリーズ第一作、コーヒーが冷めないうちに、が2015年12月5日にサンマーク出版より、刊行された。4回泣ける小説として、話題を呼び、 累計発行部数が20万部を超えて2017年本屋大賞にノミネートされ、第10位となった。同じ喫茶店、フニクリフニクラを舞台に6年後を描いたシリーズ第2作、この嘘がバレないうちに、が2017年3月20日に、北海道、函館にある、喫茶、ドナドナを舞台としたシリーズ第3作、思い出が消えないうちに、が2018年9月25日に、 同社より観光された。大学時代の友人に誘われて、たまたま本作の舞台公演を見た、サンマーク出版の編集者、池田瑠璃子が、8回くらい泣いたと語るほど感動し、終演直後に、これを小説にしませんかと、川口と和へ小説家を依頼。川口の初の小説として、4年の歳月をかけて、書き上げられた。 シリーズ第一作が85万部を突破し続編となるシリーズ第二作、この嘘がバレないうちにが、さらに第一作及び第二作の映画化に合わせて、第三作、思い出が消えないうちにが執筆されている。シリーズ累計125万部突破。余談であるが上実の友人は、池田の計らいで、シリーズ前作に協力として名前がクレジットされている。 フィービー版フィービーが配信している。2016年10月に配信が開始された。2018年6月に配信が開始された。オーディブル版オーディブルから、コーヒーが冷めないうちに、が2018年8月、この嘘がばれないうちに、が2019年4月に配信が開始された。キャストは、数と語りで、白川修作が担当した。小説、 コーヒーが冷めないうちに、この嘘がバレないうちに、を原作として映画化され、2018年9月21日に公開された。主演は有村霞。監督は塚原あゆこ。全国307スクリーンで公開され、2018年9月22日から23日の全国週末工業成績では、観客動員が15万6千人。 工業収入2億300万円を記録し、初登場2位となった。映画公開4日間では、観客動員29万5000人、工業収入3億7400万円となっている。2019年1月発表の総工業収入は15.0億円。タイでは2019年2月14日から公開予定。この嘘がバレないうちにに関するカテゴリー。 思い出が消えないうちにに関するカテゴリー、ありがとうございます。